はい、こんにちは。浦田健でございます。今日のテーマは、不動産投資脱サラ最強説を徹底検証します。最近、脱サラに失敗する人の特徴や、好きなことをして生きていくためにはどうしたらいいかという動画を立て続けにアップしていますが、脱サラを考える人は、好きなことを仕事にできていないから脱サラを考えるのではないでしょうか。しかしここまで動画で何回も話してきた通り、好きなことを仕事にすれば脱サラできるのかというと、そういうわけではありません。あるデータによると、全体の労働者の約9割が会社勤めで、残りの1割が事業主というデータがあります。このことからも日本人が感じる脱サラのイメージは高いものがあるんですよ。じゃあなぜ脱サラできないのか。大きな理由は安定を捨てられないからです。サラリーマンであれば仮に営業成績が悪くても給料はもらえますし、手厚い社会保障にも入れます。確かに業績が悪化したりすればボーナスは減るし、リストラのリスクもありますけれども、万一の場合には失業保険もあります。一方、脱サラして事業主になると失業保険には入れません。このように脱サラをして全て自分の責任で生きていかなければならないことを考えると、やはり脱サラはリスクが伴いますし、一歩踏み出す勇気が持てない人が多いのも頷けます。またよく好きを仕事にしようというふうに言いますけれども、あれは綺麗事です。あなたの好きなことが安定した収入を生み出すビジネスになるのかというと、現実は全く食えないことの方が多いんですよ。例えばプロゴルファーになっても、プロだけでは食べていけないので、アルバイトをしたり、レッスンプロで食いつなぐ人の方が多いと思うんです。また、僕がやっているレースの世界もしかりです。プロとして、それだけで食べていける人はほんの一握りなんですよ。好きなことができていればそれだけで幸せという人もいると思いますけれども、現実的にそれで生活することができなければ、続けていくことはできません。では、脱サラの夢は諦めた方がいいのでしょうか？いいえ、違います。あなたの脱サラの夢を 100% 叶える方法が一つだけあるんです。それが不動産投資です。今日はなぜ不動産投資をすれば脱サラの夢を 100% 叶えることができるのか、なぜ不動産投資が脱サラの方法として最強なのか、その理由をお話していきたいと思います。この動画を見れば、なぜ不動産投資が脱サラに最強なのか、不動産投資で成功するために必要なことは何か、具体的にあなたが不動産投資家になるためのロードマップも見つけることができるようになると思いますので、ぜひこの動画を最後までご覧ください。このチャンネルは有料級のノウハウを毎回無料でというコンセプトで運営しております。不動産投資のほか、経済、金融、株、企業にまつわるトピックもどんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。Twitter、Instagram もやっております。こちらでは最新情報をつぶやいていきますので、こちらも登録いただけると大変嬉しいです。さて今日は3つのトピックでお話を進めていきます。1つは不動産投資が脱サラに最強な理由。2つ目に不動産投資で成功するために必要なこと。そして最後に脱サラロードマップを描く方法です。さてまず最初に不動産投資が脱サラに最強な理由を5つお話しします。まず1つは不動産投資は誰でもできるということです。サラリーマン、フリーランス、学生、シングルマザーなど、誰でも不動産投資を実践することができます。飲食業のように衛生責任者の資格も必要ないですし、不動産を買って自ら大家さんをやるだけなら、宅建業の免許や宅建士の資格も必要ありません。ただ最初は不動産投資に対する融資は受けにくいので、最低500万円ぐらいの自己資金は必要になります。まあもちろんサラリーマンであれば、給与収入という安定した収入があるので、他の方々よりも融資が受けやすいという利点はありますけれども、ただそれでも最初はそれなりの自己資金が必要になるということは覚えておくようにしてください。次に、誰でも10年から15年でリタイアが可能になるということです。レバレッジをかけすぎない不動産投資をしていけば、10年から15年で脱サラに必要なキャッシュフローは稼ぐことができると思います。イメージ的には10年から15年で年間4,500万のキャッシュフローを稼ぐことは、継続性の人でも十分可能になります。不不動産投資が脱サラに最適な理由の3つ目は、所得税を圧縮できるということです。これまで何度も不動産投資は所得税対策に優れているということを説明してきましたけれども、それは投資対象になる建物が減価償却資産になるからです。そしてその減価償却資産は毎年一定額を経費化することができるんです。もちろんサラリーマンをやりながらでも節税は可能なので、より効率よくお金を貯めることができ、その分資産を拡大することもできるようになるんです。不動産投資がなぜ節税になるのかについては、こちらの過去動画で詳しく説明していますので、合わせてご覧ください。不動産投資が脱サラに最強な理由4つ目は、リスク許容度が広いということです。不動産投資は売上が家賃収入なので、大不況になっても突然家賃が半分になったりゼロになることはありません。なので誰がやっても事業が安定しやすいんですよ。ただもちろん空室が出た時のリーシングのスキルは必要になります。さらに積算評価以下のローンで購入することができていれば、その借り入れのリスクは積算評価の範囲内になります。つまり万が一失敗したとしても、その物件を手放せば全額返済できるということです。つまり借金が残ってしまって、その借金を返済し続けなきゃいけないというリスクが少ないんですよ。不動産投資が脱サラに最強な理由の5つ目は、労働時間が少なく大好きなことに取り組むことができるということです。不動産投資は一旦軌道に乗ってしまえば、極端に言うと週休2日が週休5日になったりします。世の中には何千何万種という仕事がありますけれども、ここまで労働時間が少ないのは不動産投資以外にないのではないかと思います。例えば同じ投資でも株式投資は比較的時間の自由度が高い投資だと思いますけれども、ただ相場が空いている時には常に株価をチェックしなければいけませんので、週休5日とはいきません。実際に僕も大家さんですが、自分の物件の管理に手間をかけるのは1ヶ月に1時間もありません。今では客付け、管理、すべてを仕組み化して全部業務委託をしていますので、ほとんど手間がかからないんですよ。僕は不動産投資家になることによって安定した収入だけではなく自由な時間も手に入れることができたので、7年前に海外移住もできましたし、未だプロレーサーとして活動することもできているわけです。このようにあなたも不動産投資家になれば、安定した収入と自由な時間を手に入れることによって、あなたも好きなことをして人生を目いっぱい楽しむことができるようになると思います。さて次に不動産投資で成功するために必要なことについてお話ししましょう。あなたも不動産投資家として成功すれば 100% を脱サラできると思いますけれども、しかし誰もが不動産投資家として成功できるかというとそうではありません。不動産投資家として成功できない人の特徴は不動産投資の勉強をしないことです。今不動産投資の情報は溢れていて、事前に良い投資法、ダメな投資法を学ぶことができるのに、それを学ばずにいきなりダメな投資をしてしまう人が一定数いるんですよ。そういう人はいきなり新築アパートを買ったり、新築ワンルームマンションを買ってしまったりするんです。さらに近年話題になったカボチャの馬車に騙されたり、僕らプロの不動産投資家なら絶対に手を出さない投資法に手を出してしまうんです。不動産は事前に学べば誰でも僕は成功できると思いますけれども、その投資額が大きい分、一旦ダメな不動産投資をしてしまうと、失敗の影響が大きくて、そのリカバリーに何年もかかってしまうということになってしまいます。なので、このチャンネルでももう何回も言っていますけれども、不動産投資には最初が肝心で、その一番重要なのが勉強をするということなんです。具体的には税務、ファイナンス、賃貸管理、客付け、リフォーム、法人化ノウハウ、そして物件の検索方法や買い方など、これらを一つ一つつまみ食いするのではなく、体系的に学ぶ必要があります。その点、これらを効率よく最短で学ぶのは、いつも紹介している不動産実務検定が最適ですし、不動産実務検定なら知識を学ぶだけではなく、全国の講師陣が主催する大家の会などの各地の勉強会で、同じ志や価値観を持った投資家同士と知り合うこともできます。同じ目的同士の仲間がつながれば、情報交流だけではなく、投資のモチベーション維持にもなるでしょう。また、僕が7月から開設しているオンラインサロンでも、あなたの不動産投資の実践をフォローしていけますので、興味のある方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。さて、ここまでの話を聞いて、よし、自分も明日から不動産投資家を目指すぞと意気込んでも、具体的な行動を起こさなければ変化はありません。なので、いつまでに脱サラを達成するのか、あなた自身の具体的なロードマップを作ることが大切です。このロードマップとは、ただ漠然とした脱サラしたいという目標だけではなく、いつまでにどのような形で脱サラをするのか、具体的な目標を作って、それを具体的に実現するステップを明確にしないといけません。でなければ、あなたはいつまで経っても脱サラできないと思います。では、具体的なロードマップを描くにはどうしたらいいのでしょうか。その方法は大きく4つのステップがあります。1つ目は目標設定です。例えば10年以内にキャッシュフロー1000万円を家賃収入で得て脱サラする。このように明確な数字を入れて目標設定することが大切です。2番目に現状認識です。この目標を達成するために現状いくらの年収があるのか、そして貯蓄はいくらあるのか、またその稼ぎから毎月いくらの貯蓄が可能なのか、そういった現状をですね、まずは認識します。その上で3つ目にプラン設定です。例えば500万円貯まったら、築古の戸建てを購入するとか、そしてそこから得られる家賃もずっと貯めていき、また副業なども含めて貯蓄額を増やしていって、また4、500万貯まったところで新たな物件を購入していく。そういった購入のプランをですね、具体的にシミュレーションしてみることが重要です。具体的なプランのシミュレーションについては過去の動画でもお話ししていますので、ぜひ参考にしてください。そして4つ目は行動です。行動には3つのパターンがあると思っていて、まずは学習です。例えば、不動産実務検定を受講するとか、毎日裏検の動画を見るとか、具体的な学習の行動を決めてください。次に2つ目として具体的な行動は貯蓄行動です。単に給料だけの貯蓄ではなかなか厳しいものがあります。なので、投資のための貯蓄を加速するために副業を持つといいと思います。副業についても過去動画でたくさんお話ししていますが、例えば動画編集で稼いだり、ウェブライティングで稼ぐこともできます。ぜひ給与収入以外の副業を持つようにしましょう。そうすれば投資のための貯蓄は加速するはずです。そして行動の3つ目は実践行動です。例えば投資物件を毎日10件検索するとか、いいものがあったら実際に資料を取り寄せたり物件を見に行ってみましょう。このように目標を数値化してゴールまでの行動を具体的に可視化すれば、あなたはその後無意識にゴールに向かって進むことができると思います。あなたが作った目標や行動プランは紙に書いて財布に入れて持ち歩いたり、トイレなど目に見えるところに貼っておくことがおすすめです。きっと数年後にはあなたは大家さんになると思いますので、ぜひ騙されたと思ってやってみてください。さて、いかがでしたでしょうか。今日の動画があなたが脱サラするためのヒントになれば嬉しいですし、ぜひ具体的な行動に向けて目標やプランを作ってみてください。僕も引き続きこのチャンネルであなたに必要なトピックを動画に撮っていきたいと思いますし、そして今日はあなたにぜひ行動する勇気を持っていただきたいと思いますので、こちらのお金と幸せの成功法則の小冊子をプレゼントしたいと思います。この本は僕の独立から今までの経験を綴った成功法則になります。何冊でもプレゼントしますので、お友達、ご家族、パートナーなどと分かち合っていただければ嬉しいです。今後もこのような不動産投資だけではなく、起業にまつわるトピックもどんどん動画を撮っていきたいと思いますので、まだチャンネル登録がお済みでない方はポチッとよろしくお願いいたします。また、サブチャンネル裏ケンネルでは最近購入した物件の現場見学の様子や、僕のマレーシアでの生活の様子もアップしていきますので、こちらのサブチャンネルも登録いただけると嬉しいです。そして今日の動画が良かったという方はぜひ高評価もよろしくお願いいたします。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。